いらっしゃいませ。店長の角谷です。本日はマホロバトヨタ氏と一緒にお店の紹介をさせていただきます。奈良トヨタ TV スタート。新人営業スタッフの谷川です。奈良トヨタ TRD パーク西大和は生駒郡斑鳩町25号線沿いにあります。2021年10月にリニューアルオープン。 TRD パーク西大和 T はトヨタ車の販売整備の T、 R はトヨタレンタリースの R、 D はなんとダイハツ車も販売整備の D です。ダイハツ車も取り扱っております。こちらがトヨタ車、ダイハツ車の新車の相談整備でご来店していただいた際の受付です。副店長の福田です。トヨタ車、ダイハツ車のメンテナンスもお気軽にご相談ください。その隣にレンタリースの受付があります。トヨタレンタリースなら西大和店店長の上野です。乗ってみたいやどうしても車が必要な時にぜひご利用ください。トヨタ車、ダイハツ車、トヨタレンタカーの合同店舗は全国初。新車の相談、お車のメンテナンス、レンタカーまで TRD パーク西大和にお任せください。それではショールームとサービス工場をご紹介します。営業スタッフの健子です。サービスエンジニアの浮島です。こちらがショールームになります。グリーンがポイントの落ち着く空間となっております。季節に合わせた飾り付けもお楽しみください。さらに au 携帯、スマートフォンも取り扱っております。お気軽にご相談ください。サービス工場はこちらになります。こちらでお客様からお預かりしたお車の点検整備を行っています。お客様が安全安心にお車を運転できるように日々作業しています。続いて試乗車コーナーをご紹介します。こちらに試乗車がございます。トヨタ車はもちろん、ダイハツ車の試乗車もございます。人気車種が試乗できます。お気軽にスタッフまでお声掛けください。次にトヨタレンタカーについてご紹介します。トヨタレンタリースなら西大和店の玉井です。皆様、レンタカーをご利用したことはございますか？トヨタレンタカーは、小さな車は軽自動車から、大きな車はアルファード、ベルファイアのようなミニバン、また荷物を運ぶ際に便利なトラック等もラインナップ豊富にご用意しております。皆様のご用途に合わせてご選びください。さらに TRD パーク西大和のお店の付近には観光スポットもございます。世界遺産に登録されている法隆寺、バーベキュー施設のあるのどか村、コロナ禍が落ち着きましたら、ご家族ご友人とトヨタレンタカーを借りてお出かけしてみてはいかがでしょうか。トヨタレンタカーのご利用お待ちしております。皆様のご来店お待ちしております。